皆さんこんにちは、アコプです。今回は2022年10月、コロナ後に新しくなった関西国際空港の国内線ターミナルの様子をご紹介します。今後空港を利用する予定がある方はぜひ参考になれば嬉しいです。ちなみに前回のビデオでは国際線を含めた全てのターミナルをツアーしています。チェックインカウンターはどこ、両替はできるの、駅から空港はどう行くのなど、超初心者向きの内容になっているので、こちらも合わせてご覧ください。概要欄のリンクを貼っています。さて、電車に乗って関西国際空港に到着しました。すっかりインバウンドは回復し、駅には外国人の姿が目立ちます。今回は国内線の ANA、JAL、ジェットスター、スターフライヤーなどがあるターミナル1に向かいます。 LCC のピーチを利用したい場合は駅を出て反対側のターミナル2、T2 へ向かいます。第1ターミナルは2階が国内線出発口、4階が国際線出発口となっています。1階は到着口となっており、国際線は2カ所の出口がありますが、国内線は1カ所のみとなっています。それでは駅直結の2階入り口から早速空港の中に入っていきましょう。電車駅直結の入り口からまっすぐ進み、右側に国内線の搭乗カウンター、そして出発口があります。以前は左側、北側にも出発口があったのですが、今回のリニューアルで1カ所に統合されました。コロナ前に利用したことがある方は少し混乱してしまうかもしれませんね。実際私はそうでした。右に曲がるとまず全日空 ANA のカウンター、スターフライヤーもここで受付です。そして少し進むと日本航空 JAL のカウンター、そしてジェットスターと続きます。その横の空港内の一番奥まったところに国内線の出発口の手荷物検査場があります。ステータス会員向けの特別な作りのゲートはありませんが、優先レーンを利用することができます。保安検査を終えた後は長い一本道をひたすらに歩かされます。これが新しくなった関空国内線の一つのポイント。距離はなんと約 550m あり、ショップエリアまで約5分かかります。手荷物検査をギリギリで通過すると本当に間に合わない可能性があるので、今後利用される方は注意されてください。ちなみに国内線到着時もこの道を反対側に歩きます。急いでいる方はちょっと辛いですね。というわけでようやくショップのエリアに到着しました。今回の国内線エリアの大きなリニューアルの目玉が動線の一本化。各ゲートへ行くのはこのショップ&レストランのエリアを必ず通過するようにデザインされています。先ほども申し上げた通り、到着の際もこのエリアを通過します。関空は国内線の発着がそこまで多くないのに、ゲートが分散していたのが課題でした。今回のリニューアルにより人の流れを集約し、ビジネスの効率化も図ったというわけです。レストランやカフェも何軒かあり、座席も広々。関空は全面リニューアル工事真っ只中で、手荷物検査前のレストランは常にごった返しているので、早めに中に入ってしまう方がゆっくり過ごせるかもしれません。右にあるのはプライオリティパスで無料で利用できるポテジュ、テイクアウトの用意もあり、到着便でも利用ができます。その横にはコンビニもあり、コーヒーの販売も。出発エリアの中にコンビニが一つあるだけでめちゃくちゃ便利ですね。ショップのエリアはここで終了。先は搭乗口のみです。少しだけお土産コーナーを覗いてみたいと思います。たこ焼きかと思ったらたこせんべいでした。そしてこの奥には
なんと551の豚まんが販売されています。これは嬉しいですね。というわけでお手順よりも先にラウンジに向かいたいと思います。ラウンジはエスカレーターで一つ上がった3階エリアにあります。航空会社の上級会員向けのラウンジとなっており、クレジットカードに付帯している特典での利用はできません。このラウンジは ANA と JAL の共用ラウンジになっており、 JAL でいう桜ラウンジ、 ANA でいう ANA ラウンジのような位置付けです。それでは早速中に入ってみましょう。中はとてもスタイリッシュで、大きなダイレクトウィンドウが印象的です。ドリンクコーナーにはビールやウイスキーをはじめとしたアルコール、ソフトドリンクやコーヒー、ちょっとしたおつまみなどが提供されています。まだ新しいこともあり非常に清潔です。あと何度も申し上げているように、関空は国内線の離発着が少ないので、いつ行ってもラウンジに人が少ないのもポイントです。さてラウンジを楽しんだ後はプライオリティパスでボテジューを楽しみます。カードを提示すると3400円分の割引が受けられるので、毎回ギリギリをチャレンジしています。店内は私のようにプライオリティパスの札を掲げる人がたくさん。注文はすべてタッチパネルで行います。オーダーはホルモン焼き、トンペイ、アイスコーヒー、これで3234円。ちなみにこのお店かなり強気のインバウンドプライス、関西人としてお好み焼きで1800円はさすがにやりすぎです。正直プライオリティパスがなければ利用はしないと思います。ただこのホルモン焼きめちゃくちゃ美味しい。1736円、これも高い。さらにトンペイは驚愕の968円、ちょっとやりすぎでしょうとも思いますが、私はニュージーランドと2拠点生活をしており、実はニュージーランドだとこの価格全然高くありません。完全にインバウンドに向けているんだなと思うと納得の価格設定です。むしろ安いくらい。ポテジューも楽しみました。すっかり綺麗になってしまい、私の知ってる国内線ターミナルじゃないとちょっと寂しくなっていたのですが、ゲートに向かうとこの通り、私の知っている変わらない関空でちょっとほっとしました。この後はスターフライヤーに乗り羽田空港に向かいたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。